トレンディ御三家の一人として活躍していた加瀬大衆さんその後事務所からの独立と坂本一生さんによる新加瀬大衆事件覚醒剤による逮捕また隠し子や元嫁との離婚騒動で世間を騒がせました今回はそんな加瀬大衆さんは1990年に桑田佳祐初監督作品 稲村ジェーンで主役に抜擢され俳優としてデビューしました吉田栄作織田裕二さんらと共にトレンディ御三家として数多くのトレンディドラマに出演されましたその後デビューからわずか1年後の1991年に個人事務所を設立し独立を画策しました最初の事務所にスカウトされてモデル仕事3本こなした後に 稲村ジェーンの主役に抜擢されて一躍メジャー俳優となった加瀬大衆さんでしたがこの所属事務所がいわゆるブラック事務所でした最初のモデル仕事もギャラが支払われず加瀬さんが催促してやっと支払われたそうですがその額は1本1万円として3本なので3万円が支払われました誰がどう見てもいい加減な事務所であることがこのことからもわかるかと思いますししかし この対応にカチンとした加瀬さんが事務所を辞めることを伝えると辞める前に映画のオーディションを頑張ってほしいと言われて仕方なく受けたのが前述したた稲村ジェーンだったそうです結果的に主役に抜擢されてしまったためなし崩し的に俳優を続けることになったようですが当時高3だった加瀬さんは既に就職活動で内定をもらっている状態でもありました。ととりあえず俳優を続けることにしたものの その後も事務所は利益優先で仕事を取り全く演技経験がない加瀬大衆さんに主役のオファーばかり回ってきたそうですまた同じ事務所だった女性タレントは後に別の事務所からセクシー女優としてデビューさせられたそうでセクシー女優デビュー前の箔付けが目的で歌手デビューさせていたそうです俳優デビュー後も給料未払いが発生し撮影現場までの交通費も自腹生産させられるなど かなりむちゃくちゃなり労働環境だったようですこのままこの事務所で仕事をしていては未来がないと考えた加瀬大衆さんは91年に個人事務所を設立しそちらへ移籍して仕事を続けることにしますこの独立騒動のきっかけとなったのは「笑っていいとも」の司会などで知られるタモリさんであったと言われています加瀬さんは「笑っていいとも」のオープニングゲストとして呼ばれた際に タモリさんが加瀬さんんがに売れてていいいるるね。ギャラはいくらもらもっているのと聞きました。すると加瀬さんは17万千円です。と正直に答えましたそれを聞いてタモリさんは「安すぎだよそんな事務所辞めて独立しちゃえよ」と冗談交じりにけしかけたのでしたこの頃、芸能界のしきたりも知らずにただ当時の事務所を信用してついていっただけのカセさんにしてみれば 17万5,000円という数字が安いか高いかも皆目見当がつかなかった年頃でしたその後加瀬大衆さんに事務所を辞められては困るので事務所の社長は急遽ボーナスに1,000万円払うと提案したこともあったそうですが当然加瀬さん側は拒否したようですデビューして1年後に発生したことなのでいかにひどい事務所だったかが分かるかと思いますが事務所側は金づるに逃げられては困るので 当然裁判になりましたそして1993年7月7日大阪での舞台制作発表を終えた加瀬大衆さんのもとに驚きの一報が届けられましたそれは芸名加瀬大衆の使用権について折れたはずの前事務所でしたが判決のわずか1週間後に新加瀬大衆の芸名で新人俳優をデビューさせるという禁じ手を繰り出してきたのです当時 オーストラリア留学から帰国したばかりの坂本一生さんは成田空港で突然スカウトされその後事務所でのバイトを経て芸能界デビューとなりました結局大御所俳優が前事務所社長の説得にあたったことで新加瀬大衆さんは間もなく坂本一生に改名することとなり元祖加瀬大衆さんは俳優として活動を再開しました新加瀬大衆で デビューささせられた坂本一一んも解明すすることとになり一見落着となりり落着ますしかしこの移籍解明トラブルを抱えていた期間はそれまであったドラマのオファーはなくなり CM 本数も全てなくなることになったのは言うまでもありませんまた新加瀬大衆としてデビューさせられた坂本一成さんですがこちらもまともに給料が支払われなかったらしく95年に事務所を移籍していますそして 1994年に出演したドラマ「人間失格」の中で同性愛者の高校教師を熱演した結果強烈なイメージが定着してしまうこととなりそれまでのような主役役級の役が来なくなくったと言われていますただこの件に関しては単にトレンディドラマブームが終焉を迎えつつあった1990年代半ばと加瀬大衆さんの活動再開が重なってしまっただけとの見方もあるようです。 そんな加瀬大衆さんは2000年2月に一般人女性と結婚しましたがそれから2年たたずして隠し子の存在が発覚し隠し子騒動を受けて一般人女性とは離婚となってしまいました離婚した一般人女性に多額の慰謝料を払わなければならなくなったため一時は家賃10万円の賃貸に暮らしていたこともあったとされていますわずか10年前に トレンご三家として一世を風靡した俳優のその後としてはあまりにも悲しいニュースとなりましたその後は2000年以降も地道な俳優活動を続けていた加瀬大衆さんでしたしかし2008年10月5日東京都世田谷区の自宅マンションにて覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反の現行犯で逮捕されたとのニュースがメディアによって報じられました加瀬さんは 2004年に都内のバーで大麻を勧められ使用して以降知人から購入し継続的に大麻を使用したといいます悩みや不安がかなりあって一時でも楽になれればと思って使った覚醒剤については高校生の時にちょっと使ったと明かしその後知人から「覚醒剤をお金に換えてくれないか」と言われて手に入れ34回使ったことも明かしていました 同年12月18日に判決公判が開かれ裁判官は違法薬物に対する常習性依存性もうかがわれるが二度と手を出さないと反省の態度を示しているとし懲役2年6か月執行猶予3年が言い渡されましたその後田舎の親元に戻って一からやり直したいと語り芸能界引退を表明していますそして有罪判決を受けた後 ほとんど音沙汰のなかった加瀬大衆さんは初公判で語った通り当初は地元函館に戻られていたそうですがその後再び東京に戻られています東京に戻ってきてからは知り合いの紹介でバーテンダーとして働いていたそうですさらに結婚隠し子騒動離婚と災難続きだった加瀬大衆さんですが現在はめでたくご結婚されているそうで 一家の大黒柱として真面目に社会復帰されているようです芸能界を引退してからは復帰の打診もあったということですが本人は全く未練がないそうですしかも結婚しているようで奥様からは厳しく文言を命じられているのだそうです現在は一般人となられているため奥様に関する情報は非公表となっていますが関係者によると奥様に厳しく管理されているそうですから 俗にに言う鬼嫁のの尻に敷かれているのかもしれませんしかしこれまで災難続きで大変な人生を送ることになってしまっただけに50歳を目前にしてようやく幸せを手に入れてよかったと思いますねいかがでしたでしょうかあなたの感想やご意見をぜひコメント欄に書いて教えてください最後までご視聴いただきありがとうございました楽しんでいただけましたらいいねと チャンネル登録をお願いします次回の動画も楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。